はあ、なるほど。まあ最終目的で言うと自分の影を探し出すっていうのが、うん、ストーリーの最終目的だとは思うんですけど、最終目的はこの世界から脱出するっていうところかな。まあとりあえず船を探すっていうのが次の目標か。でその前にお金を稼いで改造もやりたい。さあじゃあ本編を進めていく前に少しだけお金を稼ぎましたので、改造やっていきたいなと思います。これが最後の改造になるのかな。ステージ4改造。はい。なんかいつもと様子が違うな。お、純王度が 50% 向上。ここまでやったのは久しぶりだよ。これで君は最高の能力を手に入れたはずだ。だがラオならあいつならもっとできるかもしれない。悔しいが。え、君はラオを知っているか。副受層の裏に工房を持っている。ああったな、あの入れない謎の空間。頑固なやつでね、誰も自分の工房には入らせないんだ。しかし工場で働く機械たちの面倒を見ていると聞いたことがある。本当かどうかはわからないが。ほうほうほう。じゃあ、副受層に住んでいるあの工場のスタッフたち、ターさんとか、ハーさんとか、アーさんとか、と仲良くしていると、そのラオさんに身体改造をしてもらうヒントみたいな、そういうのがもらえるのかな。うん。それはちょっと聞き捨てならんな。まだ上、まだ高みを目指せるのか。うん、副受層じゃなくて清流層でしたね。いっつも間違えるな。隙間から入ってくる。少しずつ、まだ大丈夫。これから良くない。まだ大丈夫、まだ大丈夫。なんかみんな純王道が下がっていっている感じがあるな。おかしいよ。純王道に行ってもあまり回復しないんだ。どうしちゃったんだろう。うん、どうしちゃったんだろう。うん、うん、ラオさんに関するヒントは手に入らないか。じゃあこっからやるべきことといえば船を探すっていう風に言われたんですけど、船は丸屋百貨店の北の下水道がどうのこうのっていう風にプシケが言っていたと思うので、とりあえず丸屋百貨店の北ってどこだ。新世界か。うん、じゃあとりあえず新世界方面に行けば何か分かったりするのかな。はい、新世界やってきましたけど、これ何？あ、チェンのスライド。これ手に入るんだ。これ何なんだろうな？何に使うんだろう？うん、プロジェクターで使えるのかな？そのスライドっていうやつは。はい、で、ここでまあ、調べきってないところあるとはいえ、鍵が必要みたいな感じだったからな。ちょっともう一回調べてみましょうか。何か手がかりが見つかるかもしれない。あ、使える木馬のスライド。見てみよう。あ、そういうこと？そりゃ、それはいいわ。なるほど、一度見たムービー、ここに来たら見れるっていうことか。で、この奥まだ行ってなかったけど。あ、でも何もないのか。特にヒントになるようなものはないですね。あ、なんかある。なんかある。なんか見つけた、今。なんかあった、ちっちゃいの。完全に見落としてた。ここ、これこれこれ。これよく見たい、光ってる。いや、スタンプかい。んー、じゃあもう仕方ないから地道に情報を探っていくしかないか。いろんな人に話を聞いて情報を手に入れよう。影の居場所が分かったのか。はい。そうか、プシケ教えてくれたんだね。あんたに。そうかい。とりあえずは良かったね。そんだけか。お、船。船のことを考えると私はやるせない気持ちになる。なぜだろう。私はひょっとして船乗りになるべきだったのかもしれないな。うん、ここに来る前、この世界に来る前は船乗りだったんじゃないの。ところで君はルーを知っているかね。あの子もオルゴールを聞くのが好きだったな。ルー、ルー何者。うん、そのルーっていう人に会えば何かヒントが手に入る。そのルーはどこにいるんだ。船は丸いな。どういう情報。しかもそんな丸いか、船って。丸いものなのかな、うん、この世界では。はい、ここではどういう情報もらえる。君は、気がついたかね。工場の奴らの調子がおかしくなり始めて。うん、あんたのせい。俺のせい。あいつはそんなに強くないんだよ。耐えられないんだよ。あんたにはわからんだろうが。何か異質なものが入り込んできているんだ。うん、プシケもなんか似たようなこと言ってましたね。ようやくあなたの波長になれることができたみたいな。前にも言わなかったかな。思い出せん。とにかくだ、大事なのはスタンプなのだ。船などというものはバカな掃除屋か釣り師どもが使うものだ。ほうほうほう。じゃあ、タカシが知ってるんじゃないの。船の情報。ちょっとタカシこっちに行ったら会えるので、その雑談用のタカシとこっちに行ったら会えるので、ちょっと話を聞いてみようか、タカシに。お、来た来た。タカシ。あ、そうか、タカシは何も情報は教えてくれないのか。釣りの話しかしてくれないのか。ん？ルーって子がいたんだけどさ、その子ったらメスなのに釣り師だったんだ。おかしいだろ。普通は、メス機械は釣りができないんだ。あ、そうなんだ。なぜって、原動機が小さくって出力が足りないんだよ。他にもその子には変なところがいっぱいあったんだ。
でもね、釣りの腕はすごかったよ。何でも特別な蒔絵を使っていたらしい。今どこにいるんだろう。ほう。まあ、結局はそのルーっていうメス機械に会うことが今回の目的ではあるのかな。まあ、でもこのチャプターに入ってみんなが口揃えてルーがどうのって言い出すようになったっていうことはそのルーを探しゃいいのかもしんないな。もうあんたに話すことは何もない。俺とあんたじゃ生きてる世界が違うんだよ。そうっすか。ビンドをどこに仕掛けたかわかんなくなってきたな結構手持ちのビンド増えているので。船なら、ルーが持っておったよ。ルーはいい子だった。いつも軽快な音で走り回っていたよ。今はどうしていることか。昔はよく清流層の管理人のビスと一緒にいるのを見かけたけど、あの子ももう古いからね。純王堂にでも行けば会える。おお、純王堂？純王堂にいんの？うん、ビスには話聞いたからなと思っていたが、うん、でもそのルーっていうキャラクター結構可愛いのかな話情報だけ聞くに、うん、無邪気で可愛い子供の機械みたいな、そういう感じなのかな。じゃあ純王堂で話を聞きたいが、説明、あ、どうやって こいつと話するんだっけ。純王機使って、そんな減ってないけど、こっから裏口行ったら話が聞けるんじゃなかったっけ。冷却室には別にそのルーっていうキャラクターいなかったよな。一応入るだけ入ってみるか。はい。うわ、怖っ。船、ああ、ルーに、ああ、会いたいんだね。あ、あの子も、もうおかしいからね。オルゴールをもう持っていくといい。うわ、アーさんはまともだったはずなのに。で、ここターさんいるんじゃなかった。ターさんじゃなかった。来るたんびにここにいるキャラクターは変わるのか。回転台の左にあるの病室だ。あそこには特別な機械だけが入ることができる。私たちには関係のないところだ。あそこに入れば働く必要なんてないんだよ。私か、たまには涼みに来るのもいいと思ってね、うん、病室なんてあったっけ。入れないところがあったのかな。こっち側か。ちょっと寄ってみるか。でも入れはしない。あー、なんかこんなんあった気がするわ入れないのか、こっちは。で、こっちに行ったら、純王堂のおっちゃんと会話ができるので、はい。なんか情報持ってないかい。ルーの病室、病室に行きたいのか。だが、そいつは無理だな。関係ない奴は入れちゃいけないことになってるんだ。でも、考えてあげられないわけでもない。カニ食いって知ってるかい。ああ、なんかタカシが売ってたな。引きが強いカエルで、ステージ2ぐらいの改造していないと難しい。あ、ステージ2で釣れるんだ。カニ食いとかその辺はもうステージ4まで上げないと釣れないと思ってて諦めていたんですけど。副樹層の裏で釣れるらしいんだけど、割と珍しいカエルなんだ。そいつを持ってきてくれりゃルーに合わせてやれる。これカニ食いの釣り情報。あー、ありがてえ。これ、こいつあげるから頼むよ。カニ食いの釣り情報をもらった。そう、釣り情報もチューンナップしたからそろそろ買おっかなみたいな風に思っていたんですけど、ここでもらえるんだったら買う必要なかったな。まあでも別の珍しいカエル釣りたかったらその釣り情報を買う必要はあると思うんですけど。あ、釣り情報は釣り情報でタブがあるのか。はい。カニ食い。巻き絵カニ味噌若干。あ、カニ味噌ってこういうのに使うのか。うん。やはり4号から8号結構でかいな。でも4号はたくさん持ってる。で、餌はカエル魂か鬼ガザミ。うん。カエル魂はもう売るようにしているので手元にはないんですけど、鬼ガザミに関してはちょっと高く売れるカエル、うん、それが一手で釣れるので、鬼ガザミは結構残してはいるんで、うん、静かな場所を好む。静かな場所と言われても、うん、この近くでは釣れないのか。でも副樹層の裏がどうのって言っていたから、そこで釣ればいいのかな。あ、副樹層の裏ってここか。うん、多分その奥のこの辺りがさらなるレベルアップ、さらなる改造してくれる工房だと思うんですけど、その近くに釣りポイントがあって、そこに行けば、その、何、カニ食い釣れるのかな。ちょっと行ってみようか。あ、でも、カニ味噌とかも用意しておかなきゃな。あ、あるわ。カニ味噌赤缶、これ。これが負けになるらしいので。もしかしたら釣るの難しいかもしれないんで、高いですけど、もう一個買っとこうかな。なんだかんだ釣りに関してはアクセスの良さから、あの純王堂の近くの釣りポイント、一番最初に見つけたあの釣りポイント、あそこでばっかり釣りをしていたんですけど、違うところで釣りをしたらまたよくわかんないカエルとかが釣れるのかもしれないですね。ここが多分あの何さらなる改造してくれる場所だと思うんですけどね。とりあえず釣り針4号か8号で行けるっぽいけど、8号にした方がいいかな。4号だったらそれ以下のカエルみたいな、カニ食い以下のカエルとかが釣れそうな気がするので、一応8号でやってみよう。で、鬼ガザミを餌にして、で、赤缶、蒔絵の赤缶、純王液も使えるんだ。はい、カニ味噌赤缶、これを使って、じゃあやってみよう。いけるかな。
まあ、一発でかかりはしないような気がする。珍しいカエルなんだったら。はい。あ、これ引き軽いな。違うやつっぽいな。はい、これで釣れたかな。刺し口。しょっぱい。まあ、でもあのカエルはわざわざここまで来なくても釣れるやつだからな。今回ちょっと重いな。はい。刺し口。こいついらねえんだよ。餌取られたし。鬼ガザメあと3匹しかいない。瓶胴まで行くの結構面倒だぞ。はい。いや、今回振りがすごい。今回振りがすごい。来たか？カニ食い。珍しいカエルだからそんなに出くわさないとは思うけど、一応条件は揃ってるから、そしてこんだけ振りがすごいってことは来たか？うん、カニ食い来た。初めて見るから。これだけ見てもカニ食いなのかどうか一瞬わかんなかったけど、釣れた釣れた。じゃあちょっともうちょっとだけ釣っちゃおうかな。お、これカニ食い来たか？結構暴れてる感触がある。来たカニ食い。今度は売却用のカニ食いが来た。なんぼで売れるんだろうな。まあ、カニ味噌1個が高いので、カニ味噌使ってる間はちょっと釣りしたい。ここで。おー、白子カニ食い。この白子種、多分アルビノになんのかな。この白いやつはさらに高く売れるから、こいつなんぼで売れるんだ。ワクワクが止まらねえ。ちょっともったいないけど、刺し口を餌にして釣り針10号とか使ったら、なんか変なの釣れないかな。うん。もったいないからそういうの試してなかったんですけど、うん。ちょっとやってみようか。何が釣れるんだろう、これで。あ、結構重い感じはあるけど、いや、そうでもないか。そうでもないか。何が釣れる？うわ、怖っ物もらい。これもたかし売ってたな。やばいの釣れる。うわあ、しかも白子物もらい。多分めっちゃ高い、これは。白いの基本的にめちゃめちゃ高く売れるので。100号。腹の中に100号入ってんの。すご。じゃあ、物もらいを餌に釣り針100号とか言ったら何が釣れる？これだけ試してみよう。やばいな、釣りって一回始めちゃうともう終わりどころがわかんなくなって、無限にやっちゃうんで何もかからなかった。さすがに釣れないか、こいつ餌にするのはやりすぎか。よし、もうこれで、これで一旦ストップ。はい、今回の釣果はこんな感じです。白変種結構釣れてラッキーですね。はい。さて、なんぼで売れるか。まずカニ食いから。おー、250。まあいい方じゃないか。うん。刺し口が100円か。うん、まあ、一手っていうか、その餌で釣れたやつをさらに餌にするみたいな、そういうのが必要ないカエルの中ではかなり高い方なんじゃないのかな、カニ食いって。うん。まあ、あそこに行くのが結構面倒であるので、そんなに頻繁に釣れるやつではないけど、近くに立ち寄ったならば、うん、カニ食いを狙ってもいいかもしれないですね。で、物もらいは ?300 か。まあ、高いけど、まず一旦刺し口を釣ってからこいつを釣らなきゃいけないっていうのがあるから、どうなんだろうな。コスパ的には、まあ、トントンっていう感じかな。で、白変種は白子カニ食い。うわ、2500! 素晴らしいな。白子物もらい3000。たまんねえな。ああ、もう億万長者になっちまった。このたまに瓶胴から引き上げられるこの色違いのカニみたいな変な色のカニがいるんですけど、これは何に使うんだろうな。また違うカエルの釣り情報とか見たら、こいつらを使う機会もあったりするのかな。とりあえず売らずに取っておいてるんですけど、あんまり引き上げられないので、うん、ほんじゃあ純王堂行ってカニ食いを渡してあげようか。あ、これ純王堂別に回復しなくてもいいのか。普通に入れた。この裏側。はい、持ってきたよ、カニ食い。あれ、なんだ、持ってるんじゃないか。さあ、そいつをくれよ。はい。カニ食い。これで、ん？これで、レイコも、あ、いや、なんでもない、ついてくる。あ、なんかそんなこと言ってたな。うん。なんか、メス機械に恋してるんだっけ、君。で、おー、君、ギムノンか。うん。病室にいるっていうことは、純王度結構下がりきってるんじゃないのかな。うん。でも、オルゴールがどうのみ、オルゴールが好きみたいなことを言っていたので、何か曲を聴かせてあげたら純王度が上がるみたいな、そういう展開を予想しているんですけど、なんですか、紹介しよう。手前が、あ、ドクもここにいたんだ。真ん中がベム。ルーの病室は一番奥だよ、へへへ。じゃあ、せっかくならドクとも話してみたい。二人で一つみたいなこと言っていたけど、おお、二人で一つ。話できんの？会話はできないのか。ムービーが見れるだけか。で、ベム？
うわーすごい出来物が。穏やかじゃねえな。うん、確かにここは、なんかしてる。なんかしとるけど。大丈夫これ映して。君があれ？ルー？で、こいつは誰？どっちがルー？メス機械だが多分こっちだよな、ルーは。こいつは何？誰が出てきたのこいつ。立ち入り禁止なんじゃないの？何してたのそこで。おい、義務の変なやつ入ってたよ。で、ル。うん。まあ、メス機械だからね、そういう行為。ん？何これ？あ、ここでオルゴール使えってことか。羊の歌の楽譜。これでいいの？あ、ここであれか。ブルカニは、ん？ビスに渡す。あ、なんかもらった。ルーの蝶ネジをもらった。何ブルカニロの楽譜は？全然出番のないやつ。これはどうですか？ブルカニロと仲良かったんでしょう。ん？ありがとう、これ。おー、給水。釣り情報をもらった。給水。給水はまだ見たことないな。うん。とりあえずなんかもらいましたが。普通に会話はできんのかな？会話できないのな。また新たに楽譜を手に入れることがあったら、ここに立ち寄ってみてもいいのかもしれない。もう自由に出入りはできるよな、自分は。カニ食いあげたことだし。で、ここは何なんだ？ここちょっと気になってたけど。入れる？あー、ここも鍵かかってんのか。そう簡単には入れないのか。いや、まあまあ深刻な病状になっている機械たちがあそこの病室にいるんでしょうけど、次行った時にアーさんとかがあそこにいたらちょっと胸が痛んじゃうけど、うん、ルーは両性具有なんだ。メスでもありオスでもあるんだ。便利な体だよ。おー、そういうタイプなんだ、うん、でも変なエンジンのつき方してただろ、うん、それはあんまよくわからん。寛骨手術といってね、白ガス屋のシャンもそうだったけど、シャンって白ガス屋の人間なんだ、うん、シャンどこに行ったんだろうってずっと思ってるんですけど、シャンもそうだけどフレームが交換されているんだよ、うん、なんでも新世界ってところで見せ物にするために改造したらしいけどね、詳しいことは知らないな。へえ。で、ビスに渡すみたいなこと言ってたな。ビスって清流層の管理人室にいるあの人だよな。はい、清流層の管理人室まで来ましたが、ここで、これルーの蝶ネジ。前はここでプシケの手紙を入れましたが、ルーの蝶ネジを入れたら船の情報が聞けるのではないか。はい。あんたルーに会ったのか？元気にしていたか？おお、入れた。あ、中入れるんだ。ん？どうしよう。あ、これ上に行けばいいのか。分岐は特にないのか。はい。ルーの船が欲しい。あ、ルーの船なんだ。そこに昇降機がある。降りたところがルーの部屋だ。ほうほうほう。あ、ここに住んでたんだ、ルーさん。うん。なんか、胸が痛いんだよな。ルーさんの話、うん。で、この清流層のこっち側、ここがルーの部屋？あ、船ある。丸い。ほんとだ。じゃあ他に何か見れそうなもんはないっすか？あ、便道、これ台じゃないの。便道台。超ありがて。便道中もある。で、これは？あ、釣り針10号。はい。釣り針0号 ?0 号ってなんだ？釣り針0号。0号って売ってたっけ？で、他に調べれそうなのは特にないか。これ船に乗って戻ってこれる？もう行っちゃいますけど。行きましょうか。はい。ちょっと燃料が足りないのが気になるところである。船に乗ったようだ。おお、水道。